私は違いを感じたときはその人と話をして理由を考えたいです。その人自身を、そしてその人を取り巻く環境や文化を知ることが大切だと思います。少年の主張県大会は中学生が日頃感じていることを柔軟な発想や視点から広く社会に訴えるもので、毎年この時期に開催されています。45回目の大会にはおよそ1500人から応募があり、事前審査を通過した10人が今日自分の思いを発表しました。このうち竹田市立緑ヶ丘中学校3年の山村隆文さんは、感謝を伝えることの大切さを演題に語りました。当たり前と感じている日々もいつ終わってしまうか分かりません。だから一度でいいから恥ずかしがらず、泣いてもいいから感謝を伝えてみてください。審査の結果、好きなことに挑戦することの意義を主張した玖珠町立玖珠青少中学校3年の平井さくらさんが最優秀賞に輝きました。